イオンモール東院は、三重県稲部郡東印町に所在し、イオンモール株式会社が運営、管理する、ショッピングセンターである。国道365号稲部バイパスに接し、東海環状自動車道東印インターチェンジにも、隣接した郊外型大型ショッピングモールである。なお、当ショッピングセンターは、三重県で6点目のイオンモールである。 当初2007年7月18日と7月23日の全員協議会と都市計画審議会においてイオンスーパーセンター当院店として計画されていた。その後2012年5月に2階建て構造から3階建て構造に計画が変更になり、12月に地元への工事説明会を経て、2013年1月29日に寄港、11月19日に 近隣住民向け選考開業し、同年11月23日に正式開業した。2017年10月1日、三重県を主会場とする平成30年度全国高等学校、総合体育大会のカウントダウンイベントが開催された。建物は3階建てで、総合スーパーのイオンを北側の各都市、1階スポーツオーソリティ、H、H&M、2階受信、 三階イオンシネマを南側の角として間に専門店街を置いた形となっており、さらにイオンペットが入居する別棟がある。本棟の屋上は駐車場となっている。その他1階がレストラン、2階が衣料品、雑貨中心の構成、3階はファミリー向けの店舗が配置されている。開業当初はオールドネイビーも入居していたが、現在は閉店している。イオンモール、 当院内に併設されているシネマコンプレックス。ワーナー・マイカルと4シネマズが合併して発足した4エンターテイメントが展開する最初の新規開業施設である。10スクリーン1629席を要する。ありがとうございます。